慶長20年1615年大阪夏の陣で一人の男が戦死しました。しかし彼の果敢な戦いぶりは敵方の兵士たちに感銘を与え称賛され、その人気は現代も衰えることはありません。その武将の名は真田信繁、後に雪村と呼ばれ、今も語り継がれる日の本一の強者です。歴史に関する事件や人物などをご紹介しているこのチャンネル、今年に入って一発目がやっとできました。動画作りが不器用なおじさん、ボン吉です。さて、お待たせしました。今回ご紹介する歴史の物語は真田信繁でございます。一般的には真田幸村という名前の方が広く知られているこの人物ですが、どういった人物だったか皆さんご存知でしょうか。ゲームの主人公で出てくるから知ってるけど詳しくは知らないなんて方も結構多いのではないでしょうか。あまり大きな声では言えませんが、私のこのチャンネル見てる方は年齢層が高めなので知ってる方の方が多そうですよね。詳しく知ってるという方もあまりご存知ない方も今回の動画で、あ、そうだったんだなんて驚くことが結構多いかもしれません。真田信繁について書かれている資料は少ないので不明な点が結構多いのですが、ですがご安心ください。今回ボン吉がなるべくわかりやすく、なるべく真相に近い信繁の生涯をご紹介させていただきます。今回の動画を見終えた後、信繁の生き様に感動してあなたの生きるモチベーションが高められること間違いございません。ぜひ最後まで動画をご覧になってくださいね。真田信繁は現在の長野県信濃の国小佐方郡の国衆真田昌幸の次男として生まれました。幼名は円丸、通称源次郎、意味名は信繁と言いますが、きっと雪村の名前の方がご存知の方多いですよね。戦国武将ってよく名前が変わるから雪村って名前を名乗った時もあるのかなとも思ったのですが、実際は雪村を名乗ったことはないんですね。雪村という名前は後の時代に物語で語られる時に使用された名前なんですが、実際に雪村の名前で書かれている手紙が残っていたり、兄の信行が雪村だと証言している本が存在したりするんですね。しかしその資料がどれくらい信頼できる資料なのか検証してみますと、当時の言い回しではこういう言い方はしないよねっていう言葉が使われていたりするので、後の時代に書かれた可能性が高いそうなんですね。ですので現時点で真田幸村という名前を使われた証拠は見つかっていません。なのでこの動画では信繁という名前でご紹介していきたいと思います。信繁が生きた時代は戦国時代、室町幕府の力が失墜し、力のある者が支配する下国上の時代でした。信繁の生まれた年代ですが正確には分かっていません。彼が亡くなった時の年齢が49歳説や46歳説などがありますが、ある程度推測できる出来事として、天正13年1585年に真田対徳川の第一次上田合戦があったんですね。その時に信繁は上杉景勝のところに人質として出されているんですが、上杉側の資料にご養弱の方と書かれているので、この時は元服していなかったことがわかります。さらに同年の6月28日に、信繁が書状を書いてまして、この書状に、花王というサインみたいな記号が書かれています。これは15歳を過ぎてないとできないことなので、この時点で15歳だとすると、逆算して、元亀2年、1571年頃に生まれたのではないか、という説があります。だとすると、数え年で亡くなった年齢は45歳。今回の動画はこの年齢で話を進めていきたいと思います。甲斐の国主武田信玄に仕えた父正幸ですが、その後武田信玄が亡くなり後を武田勝頼が継ぎますが、しかし天正10年1582年織田信長に武田家が滅ぼされてしまいます。家臣たちに次々と裏切られた勝頼は家臣たちの人質を処断してしまうんですが、信繁も人質だったのですが、正幸は裏切ってなかったので、処断されずに済んだんですね。
しかし混乱した状況の中を家臣たちに守られながら甲斐を脱出、真田の領国に何とか逃げることができた信繁ですが、300人いた人数は200人まで減っていました。逃げ遅れた人たちは乱取り、略奪にあったりして大混乱だったそうです。しかし、真田家にとって生き残るための正念場はまだまだこれからだったのです。信繁の父、正幸ですが、まあこの方の要領の良さがとにかくすごいんですよ。武田家が滅亡するとすぐに関東の北条氏にすり寄っていたんですが、しかし織田氏が神津の国まで侵入してくると、やっぱり織田氏に侵入するんですね。そして正幸は織田家重臣滝川一正の帰下に編入されるんですけれども、一難去ってまた一難と言うべきでしょうか。皆さんご存知のあの事件が起こります。天正10年1582年6月2日本能寺の変で信長が亡くなるという驚愕の事件が発生するんですね。そのため滝川一正は情勢が不安定になったので伊勢に逃げ帰ってしまいます。苦しい情勢を生き残るため、正幸は織田から上杉、上杉から北条、北条から徳川へ従属先を乗り換え、この難局を乗り切ります。このあたりの要領の良さが豊臣秀吉から表裏卑怯のものって言われるんですよ。こんな言い方してますけど褒め言葉らしいんですが、何やら含みを感じますよね。ちなみに正幸が徳川家康に従属する際に、家康は本領安堵と美濃跡を諏訪、さらに甲斐の地業を2000関門与えるという約束をしたのですが、この約束を全く守らなかったために正幸にひどく恨まれてしまうんですね。この家康の誠意のなさが正幸と信繁に強烈な不信感を植え付けてしまうことになるんです。天正13年1585年8月徳川に従属することになった正幸は人質の提出を求められていたんですが、しかし家康は地業を与える約束を一切守ってなかったので、人質提出前に真田と徳川は倹約になってしまうんですね。そこで正幸の取った行動が驚きなんですけど、再び越後の上杉景勝に帰属を申し入れるんですよ。しかも驚いたことに景勝も積年の宿縁を超えてこれを許しちゃうんですよね。ほんと戦国武将のすごいところだと思うんですけど、戦った相手と状況によってまた手を結ぶって本当にメンタル強いですよね。皆さんはどうですか？敵だった人が謝ってきたら許せますか？正幸の離反を知った家康は真田討伐を開始します。これが第一次上田合戦です。この戦いは結局上杉からの助力はあまりないまま、真田が単独で徳川軍を撃退してしまうんですが、この時信繁は人質として上杉方に預けられていました。ですが実は戦いに参加していた形跡があります。通説では信繁の初陣は天正18年1590年の豊臣秀吉による小田原攻めの時と言われていますが、信繁はこの時配下の諏訪氏宛てに地業を安堵する書状を発行しているんですね。これはつまり信繁は自らの所領に軍事動員をかけたということになりますので、実はこの時初陣だったんです。実戦経験があまりないのに、後の大阪冬の陣、夏の陣で大活躍した信繁は不思議な武将と言われていますが、実際は軍事経験はそこそこあったようですね。その後上杉景勝と徳川家康が相次いで上洛し、秀吉に侵入します。天正15年1587年、正幸も上洛し秀吉に侵入するんですが、この時信繁も一緒に上洛して秀吉の人質となるんですね。正幸は独立大名として認められ、秀吉に対してのみ人質を提出しなさいって扱いになったわけですが、しかし正幸は徳川家康の与力大名となるように秀吉から指示されてしまいます。ところで与力大名って何でしょう？扱いとしては家康も正幸も対等の大名ではあるのですが、
戦争が起こった場合、与力大名は軍団長である家康の指示に従わなくてはならないんですね。正幸は少し前まで家康と戦ってましたので、遺恨がないのか、何やらもやもやしますが、天下人秀吉の命令なので逆らえませんよね。ちなみにこの頃、信繁は元服しています。幼名、弁丸ではなくなり、武田信玄の弟に由来して、信繁と名乗ったのです。秀吉は、小田原の北条氏を討って天下を統一し、ようやく日本に平和な時代が訪れたわけですが、信繁はその後秀吉に見出され、恥辱をもらい、大名として扱われるようになります。伏見城下に屋敷を配慮し、11月2日、秀吉の推挙により、十五池左衛門の助に叙任されています。兄の信行と一緒に豊臣姓を与えられているんですが、よほど秀吉に気に入られたんですかね。さらに信繁は、秀吉に長年仕えている武将、大谷義継の娘を正室に迎え、どんどん豊臣一派になっていきます。反対に兄の信行は、徳川家康の重臣、本多忠勝の娘を正室に迎え、家康一派となっていきます。このことが、兄弟の別れにつながることになっていくんですが、しかもそれはそんなに遠い先の話ではありませんでした。その後秀吉は文禄の役、慶長の役と朝鮮に出兵しますが、信繁も秀吉に命じられ、現在の佐賀県、肥前名古屋城に入城はしています。しかし実際に朝鮮半島に渡航したかどうかは分かっていません。その後、慶長3年、1598年、太閤秀吉が亡くなり、日本軍は朝鮮から撤退することになるんです。信繁は豊臣秀吉に、はじめは人質として預けられたにすぎませんが、秀吉に大名に取り立てられ、豊臣姓まで与えられるほど可愛がられています。実際に戦場で信繁の働きを見たわけでもないのに、この異例の寵愛ぶりはなぜなんでしょうか。秀吉がお寺に立ち寄った時に、石田三成を見出したという有名なエピソードもありますが、信繁を見出したあたりも、秀吉は人を見る審美眼が相当優れていたのではないでしょうか。後に信繁は最後まで豊臣家を裏切らずに戦い抜くことになるのですが、自分を見出して評価してくれた秀吉の恩を深く感じていたんですかね。秀吉の死後、国政を任されたのは徳川家康です。慶長5年、1600年6月。現在の福島県、会津の上杉景勝が謀反を計画しているとして、家康は秀頼から黄金2万両、米2万石を貸しされ、討伐に向かいます。この戦いは豊臣大成公認の上杉討伐だったんですね。しかし、家康に反感を抱いていた石田三成などの奉行衆たちは、家康を告発し、国政から排除するために挙兵するんですね。そして上杉討伐に向かっていた真田親子のもとに、三成からの書状が届きます。味方になってほしいって言われるんですよね。これで正幸と信繁は石田三成につきますが、兄の信行は家康についたため、家族が別れて戦うことになってしまいます。どちらが勝っても真田家が生き残る計算だったとも言われてるんですが、生き方が狡猾と言うべきか。でもやっぱり辛い決断ですよね。両国の上田城に戻った正幸は、大軍を引き連れてきた徳川秀忠を迎え撃つことになります。秀忠は真田正幸を撃った後に、本体の家康と合流して、石田三成との決戦に挑む予定だったんですが、上田城攻略に手間取ったため、関ヶ原の決戦に間に合わず、家康から怒られるっていうのが伝説なんですが、実はこれちょっと違いまして、秀忠軍の目的は、真田正幸討伐こそがメインの目的だったんですね。家康が当時書いた書状にもはっきりと、真田討伐が目的だと書いてるんですよ。つまり本来、秀忠は上田城攻略だけに専念すればよかったんですね。しかし、家康が急遽作戦を変更して、9月9日に急ぎ上洛して参戦するように、と言ってきたので、
秀忠は関ヶ原に急いで向かいましたが、9月15日の合戦に間に合わなかったというわけなんですね。時間的にそもそも無茶な指示だったのではないでしょうか。しかし真田討伐も重要でした。真田を放置しておくと信濃甲斐が脅かされますし、もしそうなると大阪方面に向かう家康の背後が危うくなります。石田三成から見ても会津の上杉と連絡を取るために真田は重要な位置を占めていたんですね。秀忠の兵力3万人、対する正幸は5000人、圧倒的に有利だった徳川軍ですが、正幸にまたも翻弄されてしまいます。しかし上田合戦の詳細は確実な資料が乏しいのでほとんどわからないらしいんですが、大久保忠隆の三河物語には秀忠は22歳で若かったためにすべて本田正信が取り仕切っていたと書かれています。しかし正信は鷹城出身なのでハヤブサの扱いはうまいかもしれないが、戦の駆け引きは素人同然で空きしダメだった。真田の方が1枚も2枚も上手だったそうで、正信は正幸に騙されて数日虚しい日々を送る羽目になったと書いてあります。本来の目的である真田討伐は家康からの作戦変更によって中断され、しかも秀忠が岐阜に到着したのは関ヶ原の合戦が終わった2日後だったのです。家康が戦った関ヶ原の合戦はたったの1日で決着がついてしまいました。石田三成側の敗北です。大軍の石田側についた正幸は所領を没収され、正幸の領国は家康側についた嫡男信行に与えられます。本来であれば正幸と信繁は死罪になるはずなんですが、徳川方についた信行が中途である本田忠勝にすがって必死の除名嘆願をしたので、家康もついに折れて二人は高野山へ追放という処分になるんですね。命があっただけ幸いというしかありません。慶長5年1600年12月、正幸と信繁はわずかな配下とともに和歌山県の高野山に送られ、その後九度山に屋敷を構えます。ここから長い配流生活が始まるのですが、正幸信繁親子の生活は極めて貧しく、国元の信行からの仕送りにほとんど頼るしかありませんでした。この頃の手紙のやり取りはほとんど金を送ってほしいといった内容が多いんですよね。生活がかなり苦しかったことが伺えます。しかし信繁は正室と側室二人を伴っての生活で、この時期に子供を何人も作ってるんですよね。慶長6年から8年頃に嫡男大助行政が生まれていますし、慶長9年頃には女子お梅、同じく女子でおでん姫、お勝負、お金、慶長17年には次男第八が生まれています。貧乏生活のこの時期に6人も子供作ってるんですよね。貧乏人の子沢山って言葉もありますが、元大名なので生活水準が高かったからじゃないのって思ってしまうのは私だけでしょうか。兄信行の配下川原綱家に宛てた手紙でこんなことが書かれてるんですが、壺を2つ彼の元に運ばせて、この壺に焼酎を詰めて丁寧に蓋をして送り返してほしいって手紙を出してるんですよね。この気持ち、お酒好きな人にはわかりますよね。ちょっとでもこぼしたらもったいないってものすごく伝わってきませんか。切ないですよね。惨めだっただろうなって思います。正幸は当初は遠からず赦免されて国元に帰れるだろうと楽観視していたようなのですが、家康に逆らい続け2回にわたる上田合戦で徳川に苦杯を舐めさせた唯一の武将正幸を家康は許すことはありませんでした。慶長16年1611年6月4日、正幸は九度山の屋敷で亡くなってしまいます。武田信玄に真田は我が両目のごとき者と評され、豊臣秀吉に真田は表裏卑怯の者と言われた志望の将は享年65歳で
望郷の念に駆られながら亡くなってしまったのです。この時の工藤山での貧しい生活は信繁を随分みすぼらしくしてしまいました。歯も抜けて髭も真っ白になり病気がちだったと言います。見た目も痩せ細ってしまったこの男がこの後日本中の武士たちに感銘を与え称賛される働きをするとは小中のエピソードを聞いた限りでは想像できませんよね。少し遡りますが、慶長16年、1611年3月28日、京都の二条城で徳川家康と豊臣秀頼が会見をしています。家康は秀頼に対してこんなことを言いました。秀頼を太閤秀吉の遺言に従って後見人として支えてきたが、秀頼が15歳になったら天下を渡す約束ではあったのだけれども、関ヶ原の合戦で私を退治しようと企てたことは明白であり、約束を破ったのはそちら側の方だ。しかし、太閤の恩もあるので、何用でも引き受けよう。ただし、大阪に詰めている1万石以上の大名は駿府に詰めるようにする。もう天下は秀頼に返しませんよ、といった内容のことをはっきり宣言するんですね。会見後、徳川は全国の諸大名を統制下に置くことに成功するわけなのですが、しかし豊臣秀頼だけは新秩序に組み込むことができずにいました。まだ侮れない勢力を秀頼は持っていたのです。こうした中で事件は起こります。慶長19年、1614年7月、豊臣秀頼が建立を進めていた宝光寺の鐘に書かれた銘文に、国家安康、君臣崩落と刻まれていたのですが、この部分を家康が問題視するんですね。この銘文は家康の名前を二つに割いて、豊臣を君として楽しむという意味に読めます。これに家康が不快感を示したわけです。通説では、これは何としても豊臣を潰したい家康の謀略だと言われてるんですが、実は近年の研究では、これは家康の言いがかりでも何でもなく、名文を作った僧侶自身が分かってて家康の名前を追い込んでます。と言っちゃってるんですね。つまり、当時の感覚で名前を二つで割いて、金に名文を刻み込むといった行為は、あからさまな呪詛だと言える行為で、家康が示した不快感は、むしろ当然の反応だったんです。この事件をきっかけに家康は、豊臣を完全にコントロール下に置いておかないとやばいと思ったんでしょうね。秀頼にこのような要求を突きつけます。秀頼は大阪城を退去し、伊勢もしくは大和郡山に移ること。聖母、淀殿を人質として江戸に送ること。秀頼は諸大名と同じく駿府と江戸に参勤すること。未だに家康は豊臣の臣下だと思っている大阪方は当然激怒してこれを拒否します。しかも徳川との取り次ぎ役であった片桐勝元を謀反人と決めつけて処断しようとするんですね。当時の相手国との取り次ぎ役を当主が排除したり中殺したりする行為は相手国に対する宣戦布告と同じ意味と受け取られたんです。家康は謀略を駆使して大阪方と戦争に持ち込んだと通説では思われがちですが、実際は豊臣を徳川体制に組み込んで一大名として存続させようとしたが、豊臣方が受け入れられずに暴発してしまった事件だったんですね。戦うことを決意した豊臣方は軍備を始めます。信繁の元にも秀頼の側近大野春長から使者が訪れ、信繁は大阪方に着きます。ちなみにこんな手紙が残っていまして、こちらにお見舞いに来ることは無用です、こちらは特に変わったこともありませんのでご安心くださいと、どこかそっけない信繁の手紙です。年代は不明ですが、日付は3月25日、兄信行の重臣川原綱家に宛てたこの手紙ですが、いつもの信繁は何かと金を送ってほしいとか、国元からの来客をいつも待ち遠しくしている、そんな手紙ばかり書いていたのですが、この時は心配ご無用、来なくていいよと断りを入れているんですね。おそらく徳川と豊臣の間が緊迫してきた時期の手紙なんでしょう。兄の信行と距離を取っていた時期の手紙なのかもしれません。
慶長19年、1614年10月12日頃、信繁は九度山を脱出して大阪城に入ります。家康が信繁の入城を知ったのはその2日後です。知らせてきた使者の控え室に急いで赴き、入城したそなたというのは親か子か、と尋ねました。戸板をつかみながら家康の手は震えていたそうです。籠城したのはこの左衛門の助の方で、父阿波守の方は千年病没しております。死者の答えを聞いた家康は少し安堵の表情を浮かべたといいます。よほど正行を恐れていたんですかね。大阪冬の陣では総堀の盗難に信繁が築いた真田丸と周辺の各所に砦が築かれていました。ですが、初戦でほぼ全ての砦は陥落して、残ったのは真田丸だけだったんですね。それだけ信繁の活躍がすごかったのも事実ですが、真田丸が築かれた場所が難攻不落といえる要衝だったことも幸いしました。砦の東は湿地帯ですし、南には堀がありましたので、攻め落とすなら西から攻めるしかありません。しかし、そこは城からも狙撃される場所だったので、真田丸は難攻不落の砦だったんですね。ちなみに、この真田丸、実は信繁ではなく、もともと後藤又兵衛が守備する予定だったという説があります。信繁の独走で真田丸を築いたと思われがちですが、大阪城の防御を強化するため、周囲に砦を作ることは、大阪方が立案した作戦なんですね。真田丸の場所に砦を作ることは当初、後藤又兵衛が進めていたんですが、しかし、大阪方の作戦変更により、又兵衛が友軍に回され、信繁がこの場所を守ることになったんです。どうしてそうなったのか、その経緯を詳しく聞いてみると、まあ、確かにあり得そうな話なんですよね。大阪城に入った浪人たち、といっても、もともと大名であった真田信繁、毛利勝長、長宗我部森親と違って、後藤又兵衛、明石武則は愛新出身でした。なので、発言権が対等ではなかったんですね。大野春長は彼らに同格の発言権を与えたいと考えていたようなのですが、うまく対処できずにいました。ある日、真田丸の場所に後藤又兵衛が材木などを集めておいたところに、信繁が巡見してきます。すると何を思ったのか信繁は、又兵衛が作った縄張りを勝手に作り変えてしまったそうなんですね。どうしてこんな勝手なことをしたのでしょうか。信繁には彼なりの事情がありました。というのは、兄信之と叔父の信忠は、敵方の徳川についているのですが、そういった事情から大阪方の兵士たちは、信繁は裏切るかもしれない、と城内で噂されていたんです。秀頼は信繁を信頼してるみたいだが、それはメガネ違いだろう、とも言われていました。そこで信繁は城外の砦で一手に徳川の攻撃を引き受けて、みんなの疑いを晴らそうとしたそうなんですね。真田丸はちゃんと大野春長の許可ももらって不審に取り掛かったそうなのですが、又兵衛には何も知らされなかったらしく、そのため又兵衛は怒ってしまいます。彼は手勢を集めて砦の場所を奪還しようとしたそうなんですが、さすがにそれはダメだろうってみんなに諭されます。しかし彼の怒りは収まりません。この話が大野春長の耳に入り、なんとか又兵衛のメンツを立ててやらねばと考え、そこで春長は、今後又兵衛と明石武則を、信繁、毛利勝長、長宗我部森親の三人衆に加えて、五人衆にして対等に扱う、ということにしたんです。また、そのことを三人衆も了承したことを又兵衛に話して、ようやく彼の怒りは収まりました。結果的に、大野春長の思っていたように、5人が対等の関係になったわけですが、これは本当にありそうな話で面白いですよね。大阪城に籠城した兵力は少なくとも10万人はいたのではないでしょうか。それだけの人数の兵糧を確保するのに、大阪方は標本していました。
太閤秀吉の遺産である黄金を居潰して、その金で大阪城下や周辺の米を買い漁ったんです。大阪城下にある徳川方についた大名の屋敷からも米を没収し、ざっくりと計算して短期間で16万石の米を集めたそうです。対する家康も諸大名に大阪への米の搬入を禁止したので、その結果、米の価格は高騰します。さらに火薬、そして鉄砲の弾になる鉛も調達され、こちらも価格が高騰するんです。徳川豊臣双方による物資調達で諸大名や民衆の生活は逼迫することになるんですね。さらに家康は全国に散在していた豊臣氏の直轄地を全て没収してしまいます。これによって秀頼は大阪の摂津、河内、和泉の3カ国しかなくなってしまいます。現在でいうところの大阪府のみ領有といった感じですが、これでは大勢の浪人たちを雇い続けるのは困難になります。この浪人たちを雇い続けるという問題が大阪方にとって命取りになっていくのです。価格高騰に苦しんでいる現代の私たちですが、戦争になるとこうなるんだよって考えると、やっぱりゾッとしますよね。慶長19年、1614年11月10日、家康と秀忠は京都二条城に集結します。本校国史日記という、本地院数伝の日記によりますと、大阪方は牢城の準備に余念がなく、野戦に打って出る様子はなかったそうで、長宗我部、真田ら浪人衆はバラバラで意思の疎通がなく、連携が取れていませんでした。大阪方は打って出る余裕がなかったというのが実像のようですね。徳川方の軍勢は50万人。ほとんど邪魔されずに大阪に集結してしまいます。城外の砦は次々と落とされ、大阪城は完全に包囲されてしまうんですね。ちなみに、信繁の真田丸には6000人からの兵士が詰めていたそうです。12月4日早朝、その日は濃霧であったため真田丸から敵勢は見えなかったのですが、その霧が晴れた頃、真田丸周辺の空堀に数百人の敵勢がうごめいているのが見えたため、城から猛攻撃が開始されます。空堀に侵入していた井伊直孝の兵は城からの鶴瓶打ちに遭い、瞬く間に一人残らず戦死してしまいます。取り底の味方を援護しようとしていた井伊軍でしたが、弾幕が激しすぎて近寄れず、仲間が撃たれるのを見ているしかありませんでした。前田利常の軍も空堀に突入し、これを援護するために東西二手に分かれて鉄砲で打ちかけますが、真田丸からも城からも鉄砲で反撃され、死傷者が続出してしまいます。信繁の軍勢には、工藤山から参戦した漁師が多数いたため、射撃の腕がかなり良かったんですね。前田利常の軍も次々と撃たれてしまうのです。しかし、思いもよらないことが起こってしまうのが戦場というもので、信繁の真田丸の近くに布陣していた石川康勝の陣で、誤って火薬に火種を落としてしまい、爆発が起こってしまうんです。これによって石川康勝自身も負傷してしまい、石川軍は崩れてしまうんですね。この爆発自体は単なる事故だったのですが、大阪方の南条中司の将という武将が実は徳川方に内通していました。これを合図と勘違いした徳川方がこのタイミングで無理押しの攻撃をしてしまいます。実は南条の内通は事前に大阪方に発覚していたため、南条主従はすでに処断されていたんですね。しかもこの内通の手紙を逆手に取って偽の矢組を徳川方は受け取っていたため、これに踊らされ城におびき寄せられたということだったのです。城からの反撃に遭い、徳川方は大損害を被ってしまいます。撃たれた兵は1万5000人とも言われ、大惨敗だったんです。信繁の守る真田丸と背後の総構えとの連携によって大戦果を挙げたわけですが、徳川方の各大名の興行争いや経験不足の兵士たちが勝手に前進してしまうなど、難攻不落の城にやってはいけない力攻めをしてしまったため、徳川方のミスが大きかった戦いだったんですね。この日の戦いの被害によって戦局は大阪方が有利という風説が流れることになるんです。
その後も籠城戦は続きますが、真田丸での戦いでの被害は家康に相当なショックを与えました。戦いは心理戦になり、毎晩時の声を上げて城内の町人や女性をビビらせたり、金堀衆たちに城内への行動を凝らせようとしたりしました。有名なのは大筒で城内に向けて射撃し、砲弾が淀殿の近くに落ちて次女が七八人亡くなったため、淀殿がビビって馬木へ傾いたという話がありますが、事実かどうかは分かっていません。水面下での和睦交渉が進んでいたのですが、実は家康は真田丸での戦いの直後から信繁に調略をかけていました。家康の側近本田正純の12月14日付の書状に信繁調略のことが書かれています。信繁は味方になれば10万石を与えると言われるんですね。これは破格の好条件で、家康の重臣本田忠勝と同格です。これに対して信繁はこう返答します。浪人して高野山で不遇を囲っていたところ、秀頼様に召し出され、一つの郭を預けられることになったことは幸運である。その恩があるので徳川に出仕せよと言われても困る。もし和睦となりそれでもなお召し出されるというのなら、たとえ戦国であったとしても奉公したい。これを聞いて意外なのは、信繁が徳川に使える可能性を全く拒絶しているわけではないということですよね。秀頼公の恩義を十分感じて裏切るつもりがないこともはっきり言ってますし、水面下で進んでいる和睦が成立した後にそう言ってもらえるなら、たとえ戦国でも使えてもいいよって、すごく誠実な人柄を感じますよね。しかしこの返答を聞いた本田正純は、信繁がいい返事をしないのは提示条件が少ないからだと判断したようで、今度は信濃一国を与えるので味方になってほしいと再度使者を派遣します。これを聞いた信繁は怒ってこれを拒否し、その後使者とは会わなくなってしまったそうです。家康は関ヶ原の合戦の時、大阪方の総大将毛利輝元の所領を安堵する約束をして大阪城から退去させましたが、結局約束は破られ、毛利の所領は大幅に減封されてしまうんですね。信繁の脳裏にこの話が浮かんできたのかもしれません。その後豊臣と徳川は和睦が成立するのですが、その和睦の条件は五箇条になります。大阪のために戦った浪人たちの罪は問わないこと、淀殿の江戸への人質の件はしなくてよいこと、秀頼の身の安全を保証して事業は安堵すること、秀頼が大阪を出るなら好きな土地と交換すること、大阪城総堀、二の丸、三の丸の破却と堀を埋めること、以上の5つです。通説ではこの和睦で堀を完全に埋めて大阪城を無力化したのは、後日豊臣を滅ぼすための家康の謀略だったと思われるのが一般的ですが、当時の人々の認識はそれとは違っていました。家康の勢いが強いので諸大名は家康に従ってはいますが、太閤秀吉の正当な後継者は秀頼だと思われていたんです。徳川軍は大軍を動員したのに損失は甚大だったので、大阪冬の陣は徳川が負けた戦いだと当時の人々は認識していたんですね。ではなぜこのような大阪方は城を放棄したのも同様な堀の埋め立てに同意したのでしょうか。まず戦争を終わらせたい事情が双方にはありました。大阪方は武器弾薬が尽きかけていたし、味方に転じてくれる大名も出てきませんでした。徳川方は戦闘経過が不利だったこと、兵糧が不足していたこと、さらに冬に長期戦になると裏切る大名が現れるかもしれないことを恐れたのです。ですが話し合いを進めていくうちに、ある問題が表面化してきました。それは大阪方で味方して戦ってくれていた浪人たちです。和睦にあたって秀頼は何度も家康に浪人たちに事業を与えてほしいと伝えますが、家康も自分たちを苦しめた浪人に事業を与えるなんてできませんし、それよりも徳川に味方した大名に恩賞を与えないといけないことを考えると実質無理な話ですよね。それでもなんとか戦争を終えるための妥協案が
浪人たちの罪は問わないことだったのです。なんとか妥協した大阪方ですが、しかしこれまで力強い味方だった浪人たちが今度は和睦を阻む障害になってしまいます。浪人たちの多くは和睦に反対で容易に説得できませんでした。この戦いで軍功を挙げて治療をもらいたい浪人たちにとって、和睦はまた自分たちが路頭に迷ってしまうことを意味します。秀頼が浪人たちを抱え込めば徳川と戦う準備をしていると思われてしまいますし、かといって戦ってくれた彼らを追い払うこともできません。そこで出た奇策が大阪城の堀を埋めて城を無力化することだったのです。大阪方は城を無力化すれば秀頼を担ぎ上げて戦っても勝てないことを悟り、浪人たちは離散するだろうと考え、徳川方は大阪城の堀を埋めることは戦いに勝ったと面目を保てます。堀の埋め立ては実は双方にとってメリットがあったわけです。こうして大阪不意の陣は集結し、浪人たちの処遇をどうするのかという火種を残したまま、信繁に束の間の平和が訪れるのでした。ちなみに大阪不意の陣の和睦交渉の時に、秀頼の母淀殿が江戸に人質として行くことが提案されていました。これはすごく意外な事実で、一般的には淀殿は悪女で人質になんか絶対にならないって主張してるイメージがありませんか？しかし実は彼女は人質になることも受け入れていたんですね。和睦の後、堀が埋め立てられ丸裸になった大阪城の無残な状況を見て、諸国から集まった浪人たちはチリチリになっていなくなってしまうはずだったのですが、しかし事態は意外な方向に進んでいきます。大阪冬の陣の戦いを当時の人々は徳川が負けたと認識していたせいか、豊臣に仕官したいという浪人たちが逆に増えていたんです。豊臣方は大阪城下に盾札で仕官を受け付けていないと告知していましたが、実際には新参者の浪人たちを優遇していました。どうしてこんなあべこべな事態が発生してしまったのでしょうか？それは豊臣内部の家臣たちが分裂していたことに端を発します。4月13日織田浦臭が家康に語った豊臣方の内部事情は大きく3派に分かれていたそうです。豊臣家存続を第一に考えて大阪退去も仕方ないと考えていたのは、標準派、秀頼の側近、大野春長、後藤又兵衛、七手組と言われる元太閤秀吉の馬回り衆たちです。また、豊臣家存続も当然ながら、しかし、浪人たちの問題も何とかしてほしいと考えていたのは、中間派、木村重成、渡辺忠須、真田信繁、明石武則、そして一番問題なのは、浪人たちを豊臣家で召し抱えるか、一か八か戦って活路を見出そうと考える強硬派でした。大野春長の弟、春房、長宗我部盛親、毛利勝長、戦国秀則です。秀頼の考えは中間派でしたので、そのため信繁を頼りにしていたようなんですね。秀頼様のご寵愛は一通りのものではありませんが、何かと気遣い事が多いです。とこぼしている信繁の手紙が残っています。大阪城内の人間関係は結構深刻だったみたいですね。4月9日大野春長の暗殺未遂事件が発生します。命に別状はなかったものの、犯人は弟の春房ではないかとの疑いがかかるのですが、家康は犯人を見つけ出して処罰しようと言っており、標準派の大野春長を気遣ってるんですよね。本来浪人問題さえなければ、再び戦いが起こるはずはなかったのです。通説では、家康は秀頼に無理難題を吹っかけて、挑発して再戦に持ち込み、最初から秀頼を滅ぼすことが目的であった、と思われていますが、実はそうではありません。秀頼は10万人にもなる浪人たちを抱えて、なだめるのが精一杯の状態でした。両国は戦争で荒れてしまって年貢収益が見込めないので、家康に新たに事業地を増やしてほしいと申し入れていたのですが、当初家康は無視していたんですよね。それはそっちの問題だろうって思ってたのかもしれません。
しかし、その後大阪の状況の深刻さを理解したのでしょう。家康は重い腰を上げて駿府を出発して、周辺諸国に動員もかけていますが、武装して出陣しろとは言っておらず、武具の準備をして上洛しろと指示しています。もし大阪方と交渉が決裂した場合は出陣するようにと西国大名に指示していたため、大阪夏の陣に間に合わなかった大名が多かったことを見ても、あくまで浪人追放と秀頼の国替えを行うため、軍事力を背景にして浪人たちを諦めさせようとしていたという考えだったんですね。しかし大阪方の恭順するの？反抗するの？どっちなんだい？といった矛盾した動きは収まりませんでした。家康は秀頼に大和の国郡山城に移り住むように伝えますが、この提案を大阪方が協議した結果、強硬派の意見に秀頼は流されてしまいます。私たちが考えている以上に家康は秀頼に好条件の妥協案を提示していました。普通に考えると秀頼は一大名としてなら存続できたはずなんです。しかし和睦に従っても徳川はいずれ豊臣を滅ぼすだろうという主張が大勢を占めてしまい、この提案を拒否してしまうのです。大阪方は4月27日大和の国を先制攻撃、豊臣方の先制攻撃で戦いの幕が切って落とされてしまうんですね。ついに戦う覚悟を決めた大阪方ですが、頼りの大阪城の堀はもう埋められてしまっているので、野戦に打って出るしかありません。カシーの戦いで坂直行が戦死、若江八尾の戦いで木村重成が戦死、道明寺の戦いでは後藤又兵衛が戦死するなど、初戦で大阪方は有力な武将を失ってしまいます。ちなみに道明寺の戦いで信繁は伊達政宗の軍と戦った話は有名ですが、真田軍は奮戦して伊達軍を敗退させます。伊達軍の死傷者も多かったのですが、真田軍も信繁の息子真田大輔が負傷し、死傷者も少なからず出ていたので、真田軍の戦力は低下してしまいます。翌日の戦いが信繁最後の戦いとなるのですが、この時の戦力低下がなければ、あるいは歴史が変わっていたのかもしれません。大阪城の東は湿地帯、北には川があり、西は海なので、大軍が集結できる場所は城の南側しかありません。豊臣軍は最後の決戦で城の南側に布陣して徳川軍を迎え撃つことになります。5月7日大阪方の軍勢は7、8万人、対する徳川軍は15万人ほどです。普通なら野戦は早朝から始まりますが、家康はむやみに動いてはいけないと指示していました。それには事情があって、徳川軍の多くが実戦経験がなかったため、統率に不信していたんですね。なぜなら、関ヶ原の合戦からすでに15年も経った大阪夏の陣は、経験の浅い兵士がほとんどだったんですね。そのため、味方崩れ、友崩れ、裏崩れといった現象が多発していました。さて、味方崩れって何でしょう？文字を見るとなんとなく想像がつくと思いますが、味方がビビって崩れてしまう現象のことなんですね。戦場での恐怖は伝染します。現代でも電車の中で包丁を持って無差別に切りかかった事件が発生した時、何が起こったのかよくわからないけど、悲鳴が聞こえたり、恐怖を察知して人々が逃げ出すことってありますよね。戦場での恐怖に耐えかねた兵士たちが敵が攻めてきてないのに逃げ出したなんてことも実際に起こったんです。誰かが裏切るんじゃないかと疑心暗鬼から味方崩れを起こしたりもしました。また、同士討ちも起こりました。あの伊達政宗の軍でさえ味方を鉄砲で撃ってしまった記録が残っています。では、実戦経験がある人はどうだったんでしょう？ある武将がどのタイミングで攻撃すればわからないから教えてほしいと実戦経験者に聞いてみたところ、私もこんな大軍での戦いは経験したことがないので、あなたの判断で戦えばいいでしょうという返事をもらったそうです。両軍合わせて
20万人がうごめく戦場の経験者など誰もいなかったんですね。とは言っても徳川方は大軍です。時間の経過とともに後から到着した兵士でどんどん豊臣軍を圧迫していきます。ついに各所で戦端が開かれるんですが、天王寺口では毛利勝長の軍が奮戦して敵陣に突入していきます。そのため徳川軍は大混乱に陥ってしまうのです。茶臼山に布陣していた真田軍も徳川方の越前軍と本格的な戦闘が開始されますが、徳川方の和歌山城主浅野長明の軍勢が手薄な西側から大阪城に迂回すべく越前軍の西側に出ようとするんですが、このまま前進されると豊臣方が不利になったに違いありません。しかし戦場では何が起こるかわからないもので、単なる味方の移動という些細な出来事から信繁に勝機が訪れることになるんですね。一体その時何が起こったんでしょうか。突如浅野が裏切ったという巨報が徳川方に流れました。そのため徳川軍諸隊は混乱し、各所で味方崩れを起こしてしまうんです。逃げてくる味方はさらに味方を混乱させ、動揺は拡大していきます。その時越前軍が混乱し始めた隙を信繁は見逃しませんでした。今だ、突入しろ。真田軍はまっすぐ家康の本陣めがけて突撃を開始したんです。家康は味方崩れが起こったことに驚き、旗本衆を派遣して混乱を収めようとしますが、かえって旗本衆が味方崩れに巻き込まれてしまい、余計に混乱してしまいます。その混乱を縫うように真田軍が突入してきたのです。その様子は薩藩旧記雑録後編に書き残されています。5月7日御所様への御陣へ、真田左衛門介かかり候亭御陣衆追い散らし、当歩申し候御陣衆三里ほどずつ逃げ候衆は皆生き残られ候、三度目に真田も討ち死にて候、真田清本一の強者、いにしえより物語にもこれなきよし、送別これのみ申し事に候。この資料は有名で、清本一の強者ってあたりを聞いたことある方も多いでしょう。三里ほど逃げた人は生き残ったこと、三度目の突撃で信繁が戦死したことが書かれています。家康の旗本衆は狼狽して逃げ崩れたため、家康も逃げるしかなく、周囲の徳川方の将軍からも本陣が崩れるのがはっきり目撃されました。家康は絶望のあまりに切腹しようとまで考えたそうです。あと一歩で家康を討ち取り、豊臣方に大勝利をもたらすかと思われた。その時ある些細な出来事が豊臣方の攻勢を緩めてしまいます。一体豊臣方で何が起きたのか。それは戦国最後の戦いの勝敗を決定づける歴史的一瞬でした。その時戦況は豊臣に有利になりつつあり、間もなく勝機が訪れると思われました。あと一歩で豊臣方は勝てるのです。信繁は敵陣に突入する前に息子の大助を秀頼のもとに派遣して出馬を促していましたが、大野晴長も秀頼出馬のタイミングは今しかないと判断しました。秀頼に直接出馬を申し上げるために数騎を従えて大阪城に戻ったのです。しかしこれが裏目に出てしまいます。秀頼は信繁から出馬要請を受けていましたが、自分でその決断が下せなかったために前線に出ていた晴長を呼び寄せていました。つまりどのみち晴長は大阪城に戻ることになったことでしょう。しかし晴長が戦場を離脱した事実が大阪方を動揺させてしまったのです。さらに悪いことに、晴長は秀頼があたかも出馬してるかのように見せかけるべく、秀頼の馬印を持って前線に出てきていたのですが、これを持って帰ろうとしたため余計に豊臣軍に動揺が広がりました。この時さらに城から火の手が上がったのです。歴戦の大将家康はこの機を見逃しませんでした。全軍に
反撃を命じます。特に城から火の手が上がったことは大阪方の戦意をくじき、落ち着きを取り戻した徳川軍はもともと数で圧倒していたので、戦況は一気に覆ってしまったのです。まさに一瞬の出来事でした。大野春永と信繁の息子大輔が城に帰還したことを負けたと勘違いして騒ぎ始めた城内の人々と、裏切り者の放火によって大阪方は敗北し、淀殿と秀頼は自陣して大阪夏の陣は終結するのです。信繁の最後について2013年に発見された記録にはこう書いてあります。信繁は馬に乗っていたところを同じく馬に乗った西尾陣左衛門と出くわします。西尾は声をかけて勝負を挑みました。両者は馬を降りて戦い、ついに西尾が信繁を突き伏せて兜をつけたまま首を取ったそうなんですが、信繁は名乗らなかったので西尾は誰を撃ったのかわからなかったそうなんですね。陣地に首を持ち帰った西尾のところに夕方になって花形という兄弟が訪ねてくるのですが、二人は真田家の旧臣だったため首を見て信繁であることが判明します。このことは家康、秀忠に伝わり、西尾は御前に呼び出されて褒美をもらいました。合戦で戦死してしまった信繁ですが、その勇猛果敢な奮戦ぶりは当時の敵方の武将でも感動したそうです。信繁への関心が高かったのか、翌日5月8日の首実験には多くの武将が見物に訪れたといいます。信繁の息子大輔はどうなったのでしょう。信繁の命令で秀頼のそばに来ていた大輔は、逃げてくる敗残兵に真田信繁がどうなったか知っているかと聞いて回っていました。その中に信繁が大勢の敵の中に突っ込み戦死したことを知っていた人物がいました。父の死を知った大輔は涙をこらえ、その後何も言わなくなります。母から与えられた術を持って秀頼と巡視するその時を待っていたそうです。これを哀れに思った早見織久という武将が、秀頼様はこれより和談となり、ここから助け出されるであろうから貴殿はここから立ち着きなさい、人を添えて真田信義の陣まで送り届けようと大輔を逃がそうとしましたが、大輔はこれに全く答えませんでした。秀頼と一緒に巡視した真田大輔は13歳、この話を伝え聞いた人々はその死を惜しんだと伝わっています。ただいま、いつもの誰もいない俺の部屋に帰ってきました。この動画が完成した頃にはタイミングが遅いかもしれませんが、元旦に発生した能登半島の地震の被害に遭われた方々にお見舞い申し上げます。避難生活で苦労されている人たちのために何をしたらいいんだろうかとか、自粛生活をした方がいいのかなって思ったりもしますが、被災地のために早く通常の生活に戻って経済を回して募金する方が被災地のためになると聞きましたので、まあ一口に簡単に言っていいことではありませんが、私にできることをひっそりとやろうと考えております。一日でも早く復興して被災地の方々に早く普通の生活が戻ってくるように、まあ私たちも応援していきましょうね。さて、今回は真田信繁にスポットを当てて動画を作成しましたが、いかがでしたでしょうか。信繁が最後に戦いに挑んだ時は、ひげは真っ白で、歯もかけてみすぼらしくなっていましたが、極端な話、見た目はおじいちゃんだったかもしれません。私も2024年1月で50歳を迎えます。年齢を重ねると同世代の人はみんな元気がなくなってきますし、ましてや夢を追いかける人は少なくなってきています。信繁が亡くなった年齢は50歳手前でしたが、彼は最後まで戦いに勝つために最善を尽くしました。まあ私もそんな真田信繁の生き様に負けないように、今吉の歴史チャンネルを頑張っていきたいと思いますので、ぜひ皆様応援コメントとチャンネル登録をしてくださいね。では次の動画でまたお会いしましょう。さよなら。